どうも、鳥山でございます。9月1日からですね、ダイエット始めてまして、えー、今撮ってるのが10月の11日なんですけども、えー、前回1ヶ月経過報告で9月末ぐらいにまた、あの、岡田さんとね、野田さんと、さあ斉斎藤さんで、えー、集まって4人で動画撮らせていただいた時は結構順調に、えー、体重も減ってって、あの時で7.4キロとか言ってたと思うんですけども、あの時に 斎藤さんがね、フリップを使って説明してくれて、それが、あの、停滞期打破っていう、フリップ使って、こう、説明してくださってたじゃないですか。で、その時はまだ僕も、僕、もあと、岡田さんも、あの、なんか、並行してやってるので、その、停滞期という感じじゃなかったんですけども、僕と岡田さんもね、えー、なんですけども、あの動画撮って、10月に入って、1週目ぐらいですかね、来ました。停滞期。 びっくり。って本当に同じ生活をしてるんですよ。食事も変えてないし、えー、その朝起きて散歩して筋トレしてみたいなリズムももちろん全く1ヶ月今までやってた通りやってるんですけど86キロぐらい86を基準に。 この85.7になって86.4になってみたいな上がり下がりをすごいするんですよね。出てきてずっとずっと変わんないのかなと思ったら意外とこう上下は少しずつしながらでも減り続けないというかで一応1週間ぐらい見た方がいいということで1週間だから10月のほんと1週目も変わらなくて86から下がらなかったんですよ。なののででちょうど説明を受けていましたので えー、まあ、ちょっと相談させていただいて、今こういう状態ですということで、10月の9日からですね、変えました。はい。今までは脂質を抜く、えローファットっていうやり方。斎藤さんがね、フリップで説明してくれたように、その、減らすものを変えるっていうことで、トースカットですね。ケトジェニックっていう言われてたやつ。 を始めたんですよそっから始めてちょっとですけども下がり始めましたこれすごくないですか体どうなってんの本当にあの斉藤さんのフリップ通りすぎて体の動きというかで現在の体重がさっきね10月11日の今日のやつ測ったんですけどそれがこちらですねそれ 9.9kg いやほんと86で止まってたんですよ 10月の頭1週目ずっと。で、ああ、本当に停滞期ってこんな感じになるんだなと思って。脂質はまあ、ある程度取って、糖質をカットするっていう、まあ、ご飯とか食べないとかなんですけど、とりあえず今、そういう状態で、僕は本当に、あの、今回恵まれてますんで、散々ダイエットとか、 まあ、体絞るとかを経験されてるお二人が近くにいるということと、まあ、あと一緒に <laughs> 始めてくれたあの岡田さんもいるしまあ正直何か他の,あの芸人からもなんかその体重を測ってる LINE とかが送られてきたりとかしてお俺と同じタイミングで始めたよみたいなやつもいるんですけどだから先にこう聞,聞いてたのでその停滞期こう来ますよとかこのぐらいの時期でこうなると思いますよとかそういう前情報がねあったっていうのがね すごくでかいですね。それのおかげで、停滞期来ても、ああ、本当に来たわ、ぐらいの感じでまあ、準備ができてるというか、本当あのフリップ、フリップ通りだなっていう、あのフリップ、本当でかいっすわ。斉藤さんと野田さんのおかげで、まあ、すぐにこう切り替えて、体重が減っていく感じになったのでね、それは本当にありがたいなと思います。ただですね、ダイエット始めてから40日経ちまして、僕にどんな変化があったかっていう。あのね、その中、 本当に、この40日で、あの、マックを食べてる夢、4回ぐらい見てるんです。もともと、めちゃくちゃマックを食べるかって言ったら、そうでもなくて、まあ、月1回とか、なんか、本能なんですかね。一番、その、今の生活においては、あんまりこう、食べない方がいいっていう、ジャンクフード。だから、 なのかかわんないですけどなんか食べる夢を見てで食べておおうまく食べたよ俺っていう夢お食べちゃってなんで俺こんな普通に食べちゃってんだろうっていうなんか自分にびっくりしてる夢とあと一個見たのがなんかおおからさんと洋服屋さんに行ってるんですよおからさんとなんか洋服屋さんで普通に洋服選んでる夢なんですけど 洋服選んでてで先に僕がある程度買うものが決まったんでちょっと僕これあの買ってきますねって言って岡田さんがじゃあ俺もうちょっと店内見とくわみたいな感じじゃあちょっと僕会計だけしちゃいますわって言って会計したんですよ会計してで岡田さんどこいんのかなってこう探したらなんか僕のその会計した洋服屋さんらへんがパン屋さんになったんですよ急に夢の中の僕で言うとその会計終わった岡田さんどこかなあパンだ ぐらいの感じの。で、なんか知らないけど、その、岡田さんを慌てて探しに行って、お田さん、お田さん、早く早く、早くしないと、みたいな感じで、岡田さんも、うなんやなんや、つって、走って、二人でパンのとこ行って、これパ、パン食べましょうよ、みたいなこと言って、お、ほんまや、パンや、みたいな、岡田さんもね、ほんまや、パンや、食べなあかんなあ、みたいな感じで、二人で、 その会計もせずに、こう、ど、どういうシステムなのかわかんないけど、バイキングみたいな感じになってるのかなその、そこに置いてるパンをただ掴んで、二人でむしゃむしゃ食うっていう夢見たんですよ。で、食って、一個食って、二個食って、三個ぐらい手伸ばした時ぐらいに、二人で、岡田さんと二人で、俺たち何食ってんだって、めちゃくちゃ食ったぞ、パン。え、とかなんで食ってんすかっていう夢。もう見てるんですよ。まあ、引き続きちょっと、 トースカットに変えましたけどもあのトースカットにしてあの正直お肉食べれるようになったんですよまあ鶏胸まあ要はサラダチキンみたいなのは食べてましたけど1ヶ月ぐらいその油取れなかったんで今油を取れるのは純粋に嬉しくてだからここからだからトース甘いもんとかの夢見るんですかねだからスターバのフラペチーノを飲んでる夢とか見るんですかねとりあえずあの1ヶ月半の現状報告というか。 停滞期期待をという動画でございましたそれではありがとうございました